ボートレース2プレミアム G1 第37回レディースチャンピオンシリーズ3日目を迎えました。予選も折り返し後半戦に入っています。ここまで2日間を終えまして各選手やや星を分け合う形、圧倒的なシリーズリーダーは今のところ不在に見えますが、現時点での得点リストップ2着1着の好成績を残している松尾かなみが浮上、そして遠藤恵美、鎌倉涼、長嶋明が続いています。明日の予選最終日に向けまして誰が抜け出してくるか注目の3日目の戦いであります。オープニングカード第1レース予選競争、1号艇岸恵子、2号艇桜本歩美、3号艇五反田忍、4号艇清水亜美、5号艇滝川真由子、6号艇西橋奈美、以上6選手の対戦です。枠番通りのスタイルです。1号艇岸恵子がインコースの進入、持ち前の的確なスタートでここは一気に蹴りをつけるか。1号艇岸恵子が今ホーム側に移動、そして2号艇桜本歩美2コースに構えます。レディースチャンピオンは好相性の大会でありますが、今回はここまで苦戦の状況。ここは1着を取って明日の予選最終日につなげたいところ。3コース3号艇五反田忍もここまで大きな着が続いていますが、その豪快な攻めは一気に流れを変える威力があります。ここまでがスロー。4号艇清水亜美4コース角、5号艇滝川真由子5コース、そして2本背負いましたが昨日は見事に勝利をものにたしました。回り足良好、ここは俊敏ターンで諦めない戦いを披露。6号艇西橋、第1レース予選競争、1番2番3番ダッシュ、4番5番6番スタートしました。ほぼサムライスリットもインから好スタートは1号艇岸恵子、1マークへと向かいます。先に回っていく1号艇岸、3コースから五反田が攻める、刺した2号艇桜本、4号艇6号艇旋回もこらえたか。1号艇岸恵子が先頭、仕掛けた3号艇五反田が一定心半の差2番手、2号艇桜本歩美3番手、後方6号艇4号艇5号艇、第1レーススタート正常です。一周にマークトップでクリア、1号艇岸恵子潜り込んだ2号艇桜本に、ここも握って回る3号艇五反田忍、ホームスレッジに入りますが突き放した先頭独走となった1号艇岸恵子、3号艇五反田忍2番手、2号艇桜本歩美3番手、上位体系1番3番2番2周目に入っています。2周1マークから向こう上面トップでクリアは1号艇岸恵子、3号艇五反田忍が2番手、2号艇桜本の外思い切って攻めて俊敏ターンで追いついてきた6号艇西橋奈美、一気に判定審査まで来た。今度は3番手争い2号艇6号艇、ほとんど差がなくなった、わずかに2号艇桜本優勢も一気に差を詰める6号艇西橋奈美となっています。レースは2周2マーク、ここもつけ前観光、6号艇西橋内内踏ん張ることができるか、2号艇の桜本ですがバウンド、逆転あった6号艇西橋奈美がわずかに3番手優勢、1番3番6番と変わって最終周回に入っています。先頭は好スタートから独走体制固めました1号艇岸恵子、これが通算1200勝目ということになりそう、節目の勝利。3号艇五反田忍が2番手、そして6号艇西橋奈美が今日も力強いターンを披露いたしまして3番手に浮上、1番3番6番の体制、このままで決まると3連単136ということになっています。ラストコーナーからホームスレッジに入ります。先頭は1号艇岸恵子、3号艇五反田忍2番手、そして6号艇西橋の内から2号艇接近するがどうか、1番3番6番か、先頭1番岸五輪、2番手3番五反田五輪、3番手は6番西橋五輪、5番2番五輪、ラストは4番清水五輪です。